出かけるよ。ラズですよ。大好きな東京とファッションが楽しめるところ、原宿に来てます。最初に行ったのはガラクシー。ウサギを店内に入れてくれて嬉しい。こういうところってなかなか来れないでしょ。ようこそギャラクシーへ。ちょっと裸だと歩けないので、ちょっとギャラクシーで何か見つけてってください。わあ、本当にカラフル。ここにあるものは一つ一つが全然違うデザインからどうやって作るんだろう。このコート見て、まるで私の毛みたい。かわいいカマフロージュみたいね。80年代のアニメのアイコン、誰だかわかる？あ、これは帽子ね。よいしょっと。あ、ダメ。あ、これならどう？ドリームキャストのバックパック？あ、そうだね。これさえあれば他に何もいらないね。はあ、私はどうして日本人の女の子みたいにスリムじゃないんだろう。これいいね。シロちゃんスカーフはどうですか。はい、私はアニメウサギだよ。これはぴったりね。ちょっと待って、これは何。これウサギがついてる。すごくかわいい。おお、このキャラクターはかなりダークな漫画シリーズからなの。でもすごくかわいい。フードにウサギの耳がついてる。私これ欲しい。ガラクシーはこのカービィのジャケットみたいなコラボウェアがたくさんあります。わあ、このマスコットいいね。にゃーにゃー、ありがとうございます。あ、お、目に当たっちゃった。ごめんなさい。やったー、ガラクシーで可愛いもの買ったよ。私は幸せなウサちゃんです。次はどこ行く？何か食べに行かない？原宿のどこで食べる？かわいいモンスターカフェはどう？ここすごいから楽しみにしてて。あれはモンスターのチョッピーだね。カフェはチョッピの体の中にあります。口の中からスタートするよ。はい、welcome to かわいいモンスターカフェ。 I am monster girl Nasty Leo。 こんにちは、モンスターガールのキャンディー、アソチルです。よろしくお願いします。お願いします。それではお店をご案内します。こちらへどうぞ。行ってらっしゃい。Let's go。こちらはカフェのシンボルのスイーツゴーランドです。かわいいでしょ。かわいい。続いてはこちらのエリアです。巨大なキノコと宇宙食中植物が天井を覆うエリア、マッシュルームディスコです。 お次はこちらミルクスタンドにご案内します。こちらのサントはこのカフェで飼っているペットなんです。こちらに座るお客様は飼育されてる気分になってお食事を楽しめます。
今度は反対側のエリアに行ってみましょう。はい、こちらのエリアです。おこちらのエリアは巨大なプライガー天井はエクスペリメントというエリアです。実際のおはぎがいっぱい置いてあったり、大人の実験室となっています。そして最後4つ目のエリアはこちらメルティールームになります。こちらのアリをたどっていくと一番最後にかわいいお部屋にたどり着きます。お席はティーカップ、壁はチョコレート、上にはアイスクリームがあるんです。あー欲しい、食べたいでしょ。じゃん、じゃん。あーそう、マカロンとかイチゴがたくさんあるお部屋になってます。はぁ、かわいい。これ食べていい？いいよ、ね、ピンクだからすごい似合う。うん、どんな味？ブルーベリーの味。ブルーベリーの味。それはすごい、私もこれがいい。マカロンだよ。それでは最後にお席までご案内しますね。今日はミルクスタンドのお席になります。うん、このカフェはすごいね。まさにかわいい原宿スタイル。このカフェは日本と世界中のかわいい文化リーダーのセバスチャン・マスラがデザインしてプロデュースしたんだって。2011年にデビューしたキャリーパミパミと一緒にお仕事してからセバスチャン・マスラさんのことをみんな知ってるんだって。まん、お、キャリー、カムバック。もう、それからね、原宿の有名なお店の6%ドキドキも作ったんだって。あ、食べ物が来たよ。失礼します。こちらカラフルレインボーパスタペイントです。おー、美味しそう。こちらパレットに見立てたお皿の上に5色のソース乗ってます。こちらのカラフルなパスタと絡めて、ソースを絡めてお口の中で絵を描くようにして召し上がってみてください。おこちらがカラフルポイズンパフェエクストリームです。ストリーム、かわいいでしょ。こちら5色のクリームは食べると舌に色がつきます。ぜひ子供の時に駄菓子を食べた気持ちを思い出してはしゃぎながらお召し上がりください。うん、失礼します。こちらカラフルポイズンケーキエクストリームです。ケミカルになります。ケミカル、そう、カラフルでしょ。切ってみますか。はい、お願いします。ケーキは好きですか？もちろん好きです。おー、よかった。とても美味しいんですよ。うん、切りますね。どんな味だと思う？どんな味って、あー、いちご。お、いちごも入ってる。了解。外側はチーズクリームになってる。あー、うん、全部美味しそう。楽しんでいってください。はい、バイバーイ。とてもカラフル。どれから食べようかな。ケーキ、パフェ、パスタ。あー、どうしよう。パリおいしい。
一緒に食べて。はーい、いただきます。さすがジェラミーノ。 And be very careful. Yep. おお、ハロー。とても美味しかったです。今から一緒に踊らない？あ、本当？うん。今から練習しよう。すごい簡単だから。OK？ やってみよう。じゃあまずは右手をこう出します。OK。それでもう片方の手はモンスターの。OK。最初は歩いてこのモンスターを歩かせてモンスター。そうそう。オッケー。今度は反対側、反対側の道を歩かせて、歩いてモンスター。次は手をクロスさせます。1、2、モンスター。今度は4回揺れます。ゆら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 。オッケー。この動きをもう一回繰り返します。歩いてモンスター。歩いてモンスター。クロス。モンスター、最後は一緒にモンスターのポーズをしてください。モンスターポーズ、オッケー、完璧。じゃあ今度は曲に合わせて踊ってみますか。やってみましょう。イエーイ、やってみよう。地域を向いて踊ろう。私はセバスチャン・マスラさんの店 6% ドキドキに行きます。小さいのお店はたくさんのスタイルと色でいっぱい、フルなファッションはすごい。どれでも好きなものを組み合わせて自由にスタイルを作るの。このカラフルなパステルのスタイルはフェリー系っていうの。このドレスは60年代風だね。これは宇宙系っていうの。ユニコーンのスカーフはどうかな？
私もマジカルだし。このネックレスすごく欲しい。でもつけられない。リボンならどうかな。私が選んであげる。これはどう？つけました。かわいい。うわお、どう？似合う？おお、かわいい。原宿スタイルの好きなところは何でもアレンジできることね。このバンダナは腕に巻いたりできるよ。見て、とってもかわいい。かわいい。このバッグはこのスタイルに似合うね。すごいカラフル。かわいい。このスカートは間違いなく私の大きなお尻には入らない。でも襟としてはどうかな。かわいい。かわいい。すごい。すごい。私、原宿のバニーになったよ。この新しいファッションで街を歩きましょう。こんにちは。私は怖くないよ。原宿ウサギ、よろしくね。ユータの写真を一緒に撮りませんか。ザ・フィルスと、あ、惜しい。見て、私たちの服、お揃いみたいだね。Oh no!